はい、ティムチャンネルです。はい、ティムチャンネルのチムです。どうもこんにちは。今日は楽しい楽しい納車デーです。さあ、ハーレートレイン行きますか。はじめ。いや、めっちゃいい天気。で、この台車のストリートロッド君も今日でお別れですね。ありがとう、楽しかった。めっちゃ楽しかったよ。台車なんで 2,3 回しか乗れてないですけど、めっちゃいいバイクだったな。本当に、本当に素敵なバイクだった。それだけは間違いない。よろしくお願いします。いやー、いいっすね。いや、本当は今日みんな納車で、私のために納車パーティーやってくれる予定だったんだけど、ちょっと、ディーラーの手違いがいろいろあって、まあなくなった。ああ、もう悲しい限りですね、本当に。まあ皆さんもちゃんと車検証だったりとか、ああいう、書類関係、見ずに後々、知りませんよって言われないようにだけ気をつけていただけたらなと思っております。じゃあ安全運転で我が愛車を取りに行きますかね。よろしくどうぞ。涼しい、風は涼しいな。風はストリートロッド7班なんですけど、まあ本当にね、めちゃめちゃいいバイク、なんていうんですかね、こう行きたいと思ったら行けれるし、本当にすげえ楽しいバイクです。いいねー。お、なんかリトルカブめっちゃいい色のがある。やば、めっちゃ綺麗じゃない、みんな。あれ、すいません、全然誰のか分からんのをめちゃめちゃ映してますけど、めっちゃいいなあの色。これやばくね。多分ヒロ君とかめっちゃ好きそう。あれ、今のストリートロッドっぽかったな。ごめんなさい、カブに夢中で、いやいやできませんでした。ああ、いい景色だね。俺ここの景色が一番好きですね。今とか広島県の三原市というところです。で、そこでね、ここのね、室尾さん、佐川急便さんを越えた後の何ていうかな、山下っていう、こう小料理屋さんがあるところの、団地があるんですけど、そこのところから見る夕焼けとか、この山越しの景色っていうのがめちゃめちゃ綺麗で、この川の曲がり方とかね。ああ、大峰さんは手を振ってくれませんでした。残念。でも練習がたかな。ありがとう。ごめんなさいね。急な、申し出てまいりました。なんとかなってるとは思うんだけどな。ダメだったらいけないから、一回切って、つなぎ直さないといけないかもしんないな。っていう感じです。いや、本当にね、このバイクありがとう。バイクを提供してくれた東広島店さんも本当にありがとうございました。いろいろね、わがままも聞いてもらったし、ここ山下さんね、これです。やってなさそうに見えてやってます。で、こっからの景色がね、こちら。いいですよね、このコントラストとか、この川のこのなんか流れるラインとか。もう写真も僕下手なんですけど、これ本当に写真で撮ったんじゃなくて携帯クオリティなんですけどね、携帯クオリティでここまでいけるっていうのは結構すごいなと思います。で、ここにこう、よしよし、いいね、ハーレー同士だと手振ってくれるんだね、ありがたいね。いやー、素晴らしい、いいな。ああいうなんかハンヘルっぽいやつでサングラスかけて、マスクをつけてってすごい理想ですよね。ありがとうございました。なんかすごいみんないい感じですよね。
いやいっぱい今日手に入りますね。ありがたいですね。